はーい、カービィカフェに行きたいトンです。今回は、ハッピーホームパラダイスでカービィカフェを作ります。おお、ついにカービィカフェを作る時が来たか。あつ森ダイレクトの時からずっと作りたいって言ってたもんな。可愛いカフェ作りのポイントもいっぱい解説していくので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速作っていきます。まずは外観から決めていきましょう。もうすでに、夏のカービィカフェっぽい雰囲気はあるな。一番カービィカフェっぽくておしゃれなのは、やっぱり茶色かな。ドアの色は、壁の色と違う色にした方がおしゃれに見えると思います。同じ色だと統一感は出るけど、ちょっと重たい印象になるね。先にサンシェードを決めます。おしゃれなのがいっぱいあるな。ここにはマイデザを使えるので、カービィカフェっぽいのを探します。こんなのがあったけどどうかな。おお、なんとなくカービィカフェカラーだね。色だけはな。カフェのロゴをつけたらどうだろう。4つもロゴがついちゃうのか。だいぶ主張が激しいカフェだな。ちょっと変なので、さっきの黄色と茶色のボーダーにします。このままだと茶色だらけなので、屋根の色を少し濃くして、ドアは低木に合わせて緑にしました。おお、落ち着いた雰囲気のカービィカフェだね。実際のカービィカフェとは違うけど、これはこれでありだな。外観が決まったので、ここからは内装を作っていきます。ここからが本番だね。まず、お部屋の広さは一番広いのにします。カービィカフェは大人気だから広くないとね。今たくみさんが立っている入り口の床は、カフェっぽくレンガにしておきます。カービィカフェは明るい印象なので、ライトは一番明るくしておきます。賑やかな雰囲気にしたいので、環境音をざわめきにします。まずは壁紙と床を決めていきます。今回はカービィカフェ東京をイメージして作っていきますよ。全体的に明るい色で、緑がいっぱいあった気がするな。床は明るい木製のものがいいので、ライトなヘリンボーンの床を選びます。壁紙は、床とは違う素材感で明るい雰囲気にしたいので、白レンガの壁を選びました。真っ白じゃなくて、ちょっと茶色がかってるのがおしゃれだね。左側の壁は外が見えるような感じにしたいので、窓付きの外壁をアクセントウォールにします。外壁ってことは、外から見たい絵の壁ってことじゃないか？カーテンも向こう側についてるぞ。まあ、他の窓付きの壁は色がどうしても合わなかったから、許してちょうよ。カービィカフェは植物が多いから、割と違和感はないかもな。このままだと部屋に圧迫感があるので、窓をつけておきます。レイアウトはこんな感じにしていきます。実際のカービィカフェもそんな感じだね。それでは家具を置いていきますよ。まず、カービィカフェといえばウィスピーウッズ。真ん中に大きなウィスピーウッズがそびえ立っているのが特徴です。今回は島とネリコで代用します。おお、なんとなくそれっぽいね。そして、空間を軽く仕切るために、レンガの柱の白リメイクを置きます。壁のレンガと似た感じだね。部屋の隅にも置くと印象がちょっと変わると思います。次に、キッチンスペースを作りたいので、カウンターテーブルをホワイトウッドにリメイクしておきます。空間を仕切りたいけど、圧迫感を出したくない時におすすめの家具だね。キッチンの家具も部屋の雰囲気に合わせて、まずは石造りのキッチンを選びます。ベージュリメイクがすごくおしゃれですよね。おお、温かみがあっておしゃれな感じになったな。食器が洗えるシンクも欲しいので、カントリーなキッチンをホワイトウッドにリメイクしておきます。あ、逆だった。キッチンに必須の冷蔵庫も置きます。このままだと白すぎるので、カービィカフェのロゴをつけました。おお、一気にカービィカフェっぽくなったね。奥に何もないのは寂しいので、樽を置いておきます。カービィカフェにありそうだよな。壁にはキッチン吊るしをつけておきます。よりキッチンらしくなるね。そして、もうちょっと空間を仕切りたいので、天井に吊るし棚をかけてみました。天井家具って、空間を仕切るのにも使えるんだね。便利な家具だぜ。小物類は後回しにして、先にレジを作ります。同じ色ばかりだとのっぺりするので、レンガみたいなリメイクにしてみました。カービィカフェっぽいレンガだな。ここにレジを置きます。右下のあたりがちょっと寂しいので、シェフレラを置きます。真ん中のウィスピーウッズを目立たせたいので、植物系の家具はできるだけ真ん中から遠ざけておいています。入り口にはココナッツマットを敷いて、カフェっぽさを出していきます。キッチンとレジの間をどう区切るかをすごく迷いました。ウッドパーテーションだと高さが足りない。植物パーテーションだと緑が多すぎる。こうなったら、お城の門をアイボリーにリメイクしておいてみたりして。お城の門ってそんな使い方もあるのか。ただ、ちょっと浮いてる感じがあるな。遺跡のアーチとかはどうだろう？ツルがいい味出してるね。でもちょっと違和感あるな。木製ボールパーテーションならどうだ？薄くて隙間があるから、しっかり仕切りたいけど奥も見えるようにしたい時におすすめだね。でも、やっぱりこれじゃない感があるような。
どうしてもしっくりくるのが見つからないので、後回しにしちゃいます。客席に学入りポスターを飾っていきますが、今回のためにとっておきのマイデザインを作りました。それがこちら。じゃーん、カービィカフェの黒板です。おお、カフェにあるやつそのまんまじゃないか。こちらのマイデザは配布しているので、使いたい方はぜひ使ってください。カービィ部屋とかにも使えそうだな。今回はこれを2つ飾ります。近くには別の額縁も飾ります。同じ額縁ばかりだと単調になるので、豪華な額縁にしました。カービィカフェのロゴにリメイクして飾ります。綺麗に並べて飾るより、ちょっとずらした方がおしゃれに見えると思います。カービィカフェっぽくなってきたね。空いたところにはウォールプランツを飾ります。片方だけ黄色にリメイクしました。黄色はカービィカフェカラーだもんな。次に、ソファー席を作ります。実際のカービィカフェも、黒板の下は緑のソファー席だったよな。シンプルな形で、植物の緑に近い緑色にしたかったので、シンプルなソファーのグリーンを使いました。おしゃれな緑色でいいね。本当は席をつなげたいのでボックスソファーがいいのですが、色がどうしても合わなかったのでやめました。確かに、ちょっと明るくて青緑っぽいもんね。テーブルは実際のカービィカフェに寄せて、カフェテーブル S のライトブラウンを置きます。横一列につなげて並べました。反対側の椅子は、ノルディックなチェアにします。これも実際のカービィカフェに寄せてるな。カービィらしく、星ブロックのデザインにしてみました。この椅子も4つ並べておきます。左上がちょっと寂しいので、右下と同じシェフレラを置きます。だいぶ緑が増えてきたね。左端にも客席を作っていきます。実際のカービィカフェの左端は、外が見えるカウンター席ですが、スペースが足りないので、普通の客席にしました。空いているスペースも全て客席にしちゃいます。客席はたくさんあった方がいいもんね。多すぎてもごちゃごちゃするから注意しないとな。真ん中の客席の椅子は、実際のカービィカフェに寄せてカントリーな椅子にします。まさにカービィカフェの椅子そのまんまだぜ。このように、すべての椅子をカントリーな椅子にするのもいいですが、同じ色が一箇所に固まると、その部分だけ重くなってしまいます。左下だけ茶色だらけな印象だね。そうなるのを避けたいので、別の色の椅子に変更します。遠くにある樽が濃いめのブラウンなので、アルミウッドチェアをダークウッドにリメイクしておきました。外用っぽい見た目だけど、カフェの中ならありだね。全体の雰囲気に合わせて、木製のものを選んだのもポイントです。真ん中の客席は向きを変えておきます。そしてテーブルをもう一つ。だいぶ席がいっぱいになったね。この辺りが寂しいので、何か置きたいですね。というわけで、みんな大好きキューブライトの出番です。なんでみんな大好きなんだ？この家具、マイデザで星ブロックになっちゃうんですよ。おお、これは完全に星ブロックだね。過去動画でも言ってたな。ライトは消しておきます。その方が本当に星ブロックっぽいね。星ブロックだけだと寂しいので、上にフルーツバスケットを置きます。カービィカフェにそういうのありそうだよな。客席にもカービィカフェっぽいメニューを置きたいので、カービィカフェのロゴをつけたマグカップを置きます。細かい小物類にもこだわるのが大事だね。他にもカービィカフェにありそうな食べ物を、いろんなところに置いていきます。まとまり感を崩さないために、お皿の色はなるべく白くてシンプルなものを選んでます。このジュースめちゃくちゃ可愛い。彩り豊かな飲み物はカービィカフェにぴったりだな。ウィスピーウッズから取れたリンゴスムージーも置いておきます。ウィスピーウッズのリンゴなんて言われたら、注文したくなるに決まってるよな。キッチンのカウンターが空いているので、奥の方にウィスピーウッズのリンゴジャムを置きます。これもウィスピーウッズから取ったという設定なのね。こら、設定とか言うな。ウィスピーウッズから取ったんだぞ。トマトの容器に入った料理もありそうですよね。マキシムトマトのサラダだな。紛らわしい加工するな。同じ色はなるべく分散させたいので、赤色のトマトは左下に置きます。キッチンには食器も置いておきましょう。食器を置くだけで、一気にリアルなカフェっぽくなるね。食器の手前には、フルーツサラダを置いておきます。盛り付けてるイメージだな。天井に電気をつけてより雰囲気を出したいと思います。実際のカービィカフェにもたくさんある裸電球をいっぱい飾ります。特に黒板アートのところにはいっぱいあるイメージだよな。ウッドペンダントライトもすごくおしゃれなので使っていきます。おお、これは最高におしゃれだね。私が大好きな天井家具です。やっぱりキッチンの方に持ってこようかな。その横にも裸電球を飾ります。裸電球は並べておいてもくどくなりにくいから、空間を仕切るのに使えそうだね。手前側にもつけておきましょう。結構雰囲気が出てきたな。そしてまたしても登場我らがキューブライト。
今度は天井吊り下げバージョンです。天井からも星ブロックが吊り下げられるのか。本当に神アプデだよな。星ブロックが一箇所に集中しないように、左下に吊り下げておきます。さらに、おしゃれなカフェにありそうなシーリングファンもつけちゃいます。実際のカービィカフェにもあるよな。カービィカフェはおしゃれってことだね。対角のレジ側にもつけておきます。ちなみにシーリングファンは、天井に取り付ける扇風機で、室内の空気を混ぜ混ぜして温度を一定にするものらしいぜ。わからないウプ主のために説明してあげました。ここで、とっておきのテクニックを紹介します。急にどうした？そんなにすごいテクニックなのか。キッチンに使うと一気にキッチンらしさが出るテクニックです。それは聞いておきたいな。使うのは、カランハニワ。キッチンにハニワを使うの？このハニワの出す音に注目してください。これは、食器がカランコロン言ってる音みたいだな。そうなんです。カランハニワの音で、キッチンらしい音を出すことができるんです。ハニワって見た目だけじゃなくて、音にもこだわられてるんだね。空間演出に使えるハニワが前作と比べて増えたと思います。皆さんもぜひ色々試してみてください。そしてカフェらしくエスプレッソマシンも置いてみます。これでキッチンも完成だね。というわけで、後回しにしていたキッチンとレジの仕切りをやっていきます。ここはもう、仕切り壁でしっかり仕切ることに決めました。完全に仕切っちゃうんだね。右側の株を全部手前にずらして、隅っこにレンガの柱を立てます。仕切り壁にちょっと違和感があるので、シンプルな柱でぶつ切り感をなくします。このままだと壁が寂しいので、すっぱりラックを仕切り壁にくっつけておきます。仕切り壁と相性ぴったりの家具だね。右側にも何か置きたいので、木製ボールパーテーションを置いてみました。すっぱりラックの上には、カービィの顔にリメイクした写真立てを置いて可愛くします。さっきの黒板アートとマイデザ ID が違うから注意してね。写真立ての右側の隙間には、さっきの星ブロックとフルーツをこっちに持ってきておきます。置けてないじゃないか。よし置けたぞ。そして元の場所には、サービングカートを置いておきます。店員さんが料理を運ぶやつだね。ワドルディが一生懸命運んでるのかな。サービングカートの上には、レストランの水差しのゴールドを置いて、店員さんがお水を運んでる感じにします。ワドルディがお水を注いでくれるんだな。そして入り口付近には、カービィカフェということが一目でわかるように、カービィカフェのロゴをつけたウェディングなウェルカムボードを飾ります。おお、これは可愛いね。どんどんカービィカフェ感が出てくるぜ。ちょっと天井が気になったので修正。次に、壁の装飾をやっていきます。そういえばまだだったな。まず真ん中には、吊るし棚のデザインと合わせて、アイアンウッドクロックを飾ります。キッチンの壁には、換気扇をつけます。換気扇は重要だね。右側も空いているので、ボトルのウォールシェルフをつけてみましたが、ちょっとカラフルすぎてごちゃごちゃしてしまうんですよね。白っぽい色にリメイクしても、なんか水色っぽくて、カービィカフェらしくないな。ということでやめておきます。正面の黒板アート周りも飾っていきます。そのままだと一箇所に固まってる感じになっちゃうもんね。左の窓側にも壁掛けの葉っぱを飾っていきます。実際のカービィカフェにも壁の上の方に葉っぱがあって、ワドルディとかがいっぱい乗ってたよな。真ん中のイスピーウッズの存在感をもっと出したいので、ツルのガーランドを上に飾ります。こうすることで、天井まで葉っぱが生い茂っている様子を表現できると思います。リアルでも天井まであるもんな。真ん中に緑が増えたね。さらに緑させるため、隅っこの方にもツルを生やします。どんどんカフェが緑に侵食されていくぜ。壁の空いたスペースにも植物を飾ります。あまり植物だらけなのもくどいので、後ろにも黒板アートを飾っちゃいます。後ろでも可愛いイラストが拝めるなんていいな。正面の飾りが綺麗に並びすぎているので、ちょっと色々ずらしておきました。ツルの向きや植物の数を修正。後ろの壁の左側にもイラストを飾ります。ここのイラストは、先ほども使ったカービィの顔にします。おお、さっきより大きくて可愛いね。この隣に、カービィカフェのロゴも飾っておきます。真ん中に時計を飾りたいのですが、さっき飾っていたアイアンウッドクロックだと、四角いものだらけになってしまうのでやめます。代わりに、丸い形のダイナーなネオンクロックを飾ります。え、そんなごつい時計飾っちゃっていいの？初めて使うので知らなかったのですが、マイデザが使えるんですよ。マジか、それは知らなかったぜ。このマキシムトマトのマイデザがいい感じだったので、これにします。
そんなに違和感はないのではないでしょうか。確かに、前デザでごつい印象は薄くなってるね。ここのウツボカズラは、壁掛けの葉っぱに変えておきます。左上が空いているので、客席を少し後ろに下げます。左下がちょっとだけ寂しいので、柱を立てておきます。右下にも同じ柱を立てちゃいます。柱だけで印象が変わるね。後ろの壁もちょっとだけ修正。素敵なカフェができてきました。おお、おしゃれな新家具のおかげですごくいい感じになったね。席に料理が少なかったので、ちょっと足します。お皿が緑色のミネストローネを、左手前のテーブルに置いて、奥の方に固まっていた緑色を分散させます。カービィカフェには美味しそうなピザもあったので、シーフードピザを奥の席に置きます。こんな感じのメニューだよな。え、似すぎじゃない？すごく似てますよね。編集中に気づいてびっくりしてます。リンゴスムージーもちょっとずらしてと。手前の席がちょっとだけ寂しいので、料理を入れ替えます。左奥に白が足りないと思ったので、シェフレラをホワイトにリメイクします。音楽もかけたいので、ラジカセをレジの奥に飾っておきます。隅っこには木箱と星ブロック。で、曲は何にするんだ？おしゃれで音が可愛い曲が良かったので、ケケラバーズを選びました。ゆったりしてていい感じの曲だな。ほんわかした雰囲気のカフェにおすすめの曲です。ここからスーパー修正タイム。細かいところをどんどん修正して仕上げていきます。最後の仕上げってわけだな。最後ではないけどね、内装はほとんど完成なので、全体を見渡して、同じ色が一箇所に固まっていないかチェックしたり、バランスよく家具が置かれてるかをチェックしていきます。向こう側のレンガの柱は、ちょっと目立たせたいので、木製の柱に変えておきます。壁紙と違う色にすると、いい感じのアクセントになるね。ウィスピーウッズもちょっとだけ右にずらします。これで大体できたかな。おお、ようやく完成か。長かったな。いや、ここから超大事な仕上げをやっていきますよ。その格好は、家具磨きだね。ポコポコのエフェクトを選択し、ポヨのマイデザを選びます。これでカービィの写真立てを磨くと、カービィが喋るんです。うおお、写真立てが喋ってる。怪奇現象だな。今度はドンよりのエフェクトを選択し、マキシムトマトのマイデザを選びます。これでミネストローネを磨くと、マキシムトマトがどんどん吸収されるミネストローネになります。それはさすがにおかしいでしょ。これこそ怪奇現象だな。キッチンに鍋を置き忘れてました。カービィカフェっぽい料理で、色が空間に馴染むものは、やっぱりクリームシチューですね。シチューにも大量にマキシムトマトをぶち込んでいきます。おいちょっと待て、シチューにトマトなんて入ってないだろ。真っ赤なトマトシチューになっちゃうじゃないか。ま、許してちょうよ。絶対に許さんぞ。ここのゼリーには、大量の無敵キャンディーをぶち込んでおきます。おいおい無敵キャンディーの大量摂取は怖いぞ。おしゃれなカービィカフェがどんどん変なことになっていくじゃないか。今度はラブラブのエフェクトで、マイデザはブロントバートを選択します。本当はリンゴのマイデザでウィスピーウッズを磨きたいのですが、マイデザ枠がなくて作れなかったので、ブロントバートを沸かせておきました。カフェにそんなのが飛んでちゃダメでしょ。どんどんおしゃれなカフェが台無しになってる気がするぞ。やっぱりそうかな？ちょっと磨きすぎたので、一部だけ消しておきます。ああよかったぜ。普通のエフェクトもつけていきます。レストランの水差しは、冷え冷えにしておきます。キッチンは、黙々にして湯気をつけます。ちょっと料理作ってる感じが出たかな？このトマトサラダは、ピカピカにして美味しそうに見せます。マキシムトマトがぶち込まれなくてよかったぜ。まだこのままだと、あ、カービィカフェだ、って感じが薄いので、カービィらしいものを追加します。まず、レジのカウンターが空いてるので、ウィスピーウッズのリンゴを置いておきます。ここの柱がちょっと白すぎる気がしたので、白いレンガの柱に変えておきます。さらに、働くアドルディたちのために、木製スツールをキッチンに置きます。その上に立って作業するってわけだな。ウィスピーウッズの手前が空いてるので、ここにはコック川崎を立たせて、お客さんをお出迎えしてる感じにします。よく見たらカービィカフェの制服ではないな。まあ、カービィカフェ仕様の川崎は、余裕ができたら作ろうかなって感じです。さあここで第2の家具磨きタイム。カフェ仕様のアドルディがないので、普通のアドルディにします。さっき置いた木製スツールを2段階目まで磨くと。おお、ちょうどいい大きさのアドルディだね。アドルディがここで頑張って働いてるみたいでしょ。確かにそうだが、なんで一定間隔で消えて現れるのかがすごく疑問だぜ。カービィ
カフェのメニューをどこかに置きたいと思ったので、この写真立てを撤去して、お借りしたカービィのふんわりパンケーキの前で座を置きます。マネキンになってしまって、客席に置くと変な感じになってしまうので、ここに置いてサンプルみたいにしました。この子もぽよぽよさせておきます。なんで食べ物が喋るんだよ。ついでに川崎もぽよぽよさせときます。なんで川崎までカービィ化してるんだよ。さあようやく本当に完成したぞ。おお、今度こそ本当に完成か。長かったな。カフェの名前を決めてと。食べ物も川崎も何もかもぽよぽよ言ってるって意味らしいぜ。いや、まあ、間違ってはいないね。間違ってないのかよ。それでは完成ムービーをどうぞ。おお、いい感じだね。奥の方でケーキと川崎が、ぽよぽよ言ってるのが気になるな。え、ちょっと待って。そこソファーの裏だから、見どころ何もないから、何も見えないじゃないかー。よしよし、この角度ならオッケーだね。というわけで、店内をカメラで散策してみます。手持ちカメラだとまた違って見えるもんね。うわぁびっくりした。たくみさんでかいでかい。あれ、たくみさんってどうやって消すんだっけ。あれあれ。焦りすぎだよ。消せました。気を取り直してレッツゴー。おぉ、マキシムトマトのサラダを食べてる子発見。右側にあるレジには、ミッチェルくんがいます。レジで隠れて見えないじゃないか。正面では川崎がぽよぽよしてて、カービィカフェのロゴ看板があります。奥の客席に進んでみましょう。熱狂的なマルクファンの子がいますね。もう一人の店員はキャラメルか。かわいいな。ちょっと近すぎるんじゃないか。ソファー席の方には、デデデ大王の格好をしたドレミちゃんが。ドレミちゃんがデデデ大王なんて意外だね。そして意外と似合ってるな。壁にはカービィカフェの黒バナーと。今度はキッチンに入っていきます。迷惑すぎる客だな。キッチンでは、ワドルディが一生懸命料理を作っています。客席とキッチンを瞬間移動してます。だから突然消えたり現れたりするのか。そして奥では、クリームシチューを作っています。マキシムトマトは自動的に吸収されていくという、超最新型の鍋を使っているようです。それは便利。なのか？冷蔵庫にはカービィカフェのロゴ。後ろの壁も、カービィカフェらしくいい感じにできました。そしてレジにはミッチェルくん。可愛くて、カービィカフェにぴったりだね。はぁはぁ。こんな子に接客されてみたい。変態。最後まで見てくれてありがとうございます。今回のカービィカフェは、ツクッターに投稿してあります。こんな感じでいろいろ作っているので、ハッパラをやっている方はぜひ遊びに来てください。私のツクッター ID はこれです。カフェ作りよかった、カービィカフェ行きたい、と思った方は、グッドボタンを押してね。今後もカービィファン向けのあつ森動画を投稿していくので、チャンネル登録してくれると励みになります。それではまた会いましょう。